社会人4年目のシステム形成です。転職を考えています。IT 関係で将来的に給料プラススキルアップできる仕事をしたいのですが、突発性過眠症の診断を受けてより日中居眠りをしてしまうことがあります。なおそうにも節神的な問題ではなく、大切なようなもので治療法が一般的な眠気対策しかありません。現在の実務がこぼれ9割くらいで別言語を扱う仕事がしたいですが、過眠症や実務経験を考慮すると肝に沿った就職先を思いかず悩んでいます。何かアドバイスをいただきたいです。黙ってればいいんじゃないの あのリモート OK の会社で黙って普通に転職して、あの、こっそり出てればいいんじゃないですか。多分、あの、いきなり寝ちゃったとしても、1、2時間とかだと思うんですよね。なので、1、2時間後に対応するとか、まあ、8時間寝ちゃった場合は、その8時間後に対応するとか、っていう感じで、あの、ばれないように対応すればいいんじゃないかなと思いますけど。 別にその,あの要は,はあのなんか職場に顔を出して働くっていうところだと割と引っかかると思うのでなんかそうじゃないリモート系のところとかあの海外の会社とかと働けばいいんじゃないかなと思いますけど。